出現された、ユークリッド言論のパピルスの写本断片。紀元100年頃の作。図は、言論、第2巻の明大語に添えられたもの。数学書、言論は、紀元前3世紀頃に古代エジプトのアレクサンドリアの、数学者ユークリッドによって編纂されたと言われる、数学書。幾何学言論、ユークリッド、言論、ユークリッド、原本とも、 プラトンの学園アカデメアで知られていた数学の成果を集めて体系化した本と考えられており、論証的学問としての数学の地位を確立した古代ギリシア数学の集大成である。古代の書き物でありながら、その影響は古代にとどまらず、後世の人々によって図や注釈が加えられたり翻訳された多種多様な版が作られ続け、20世紀初頭に至るまで、 標準的な数学の教科書の一つとして使われていたため西洋の書物では聖書に次いで世界中で読まれてきた本とも評されるしかし著者のユークリッドに関する資料は乏しく実在性を疑う説もあり言論に執筆の地がアレクサンドリアであることに対する明確な根拠もない英語の数学マスマティクスの語源と言われているラテン語またはギリシア語の マテーマタは、レッスンという意味であり、このマテーマタを集大成したものが、言論である。ユークリッド言論の内容は、幾何学、比例論、数論、無理量論からなる。このうちで、幾何学については、議論の前提の一つである、平行線工順の必要性が疑問視されて19世紀に、非ユークリッド幾何学が成立したため、言論と同じように平行線工順を、 正しいとした前提から論じた、幾何学は、言論以後に得られた成果も含めて、ユークリッド幾何学と呼ばれる分野になった。全員13巻で、内容は以下の通り。平面の初等幾何について述べられているのは1、2、3、4巻と6巻。ただし、この内容は、ユークリッド本人の業績というよりは、それ以前に、ピタゴラス学派等の貢献により、 ユークリッドの時代より前から、すでに体系化されていた情報を再編纂したもので、ある可能性が高い。また、5巻、12巻は、当時のプラトン学派数学者、エウドクソスの業績であるし、10巻、13巻は同じく、プラトン学派の手相テトスの貢献によりもたらされたものと考えられる。よって、ユークリッド本人は主に既存の知識と最新の学術成果を付け加えて、 言論を編纂したものと考えられる。14巻、15巻も存在するが、それらは、ユークリッドの時代より後になって付け加えられたものだと考えられている。ハイベアメンゲ編纂のエウクレイデス全集では、第5巻に14巻、15巻がスコリアと共に収録されている。言論ではいくつかの定義から始まり、5つの公順と5つの公理が提示されている。 議論の前提となる点や線、直線、面、角、円、中心などの概念が定義され、次のような5つの工順をまであるとして受け入れることにより、作図の問題の基礎を明確にしている。任意の一点から、他の一点に対して、直線を引くこと有限の直線を、連続的にまっすぐ延長すること任意の中心と、 半径で円を描くことすべての直角は互いに等しい。こと直線が二直線と交わるとき、同じ側の内角の我が二直角より小さい場合、その二直線が限りなく延長されたとき、内角の我が二直角より小さい側で交わる。これらのうち五番目の公順については、古代より、他の公理、公順に比して突出して複雑であることから、自明とするには疑問とされていたが、 この疑問により、近代に至ってこの高順が成立しないとする、幾何学である非ユークリッド幾何学の発端となる。さらに、高順の後に次のような行為が示される。これは、あらゆる学問に、共通の真理として受け入れられるものであり、研究において、常に参照すべきものとされている。同じものに等しいものは、互いに等しい同じものに同じものを加えた場合、 その合計は等しい同じものから同じものを引いた場合、残りは等しい、不当なものに同じものを加えた場合、その合計は不当である。同じものの2倍は、互いに等しい、同じものの半分は、互いに等しい、互いに重なり合うものは、互いに等しい全体は、部分より大きい、2000分は面積を囲まない。ただし、で囲まれた氷は氷に含めないことがある。第5氷は、 第2氷から導かれる。また、第9氷を現代的に言い換えると、異なる2点を通る直線はただ1本だけ存在する、となる。第9氷は、幾何学に関するものなので、本来は公順に含められるものと考えられる。ありがとうございます。